放ーしたウフェン城後からの風景放ーしたウフェン城はドイツのバーデンビュルテンベルク州ゲッピンゲンにある廃城。山城でシュバーベン港国内のレムス川とフィルス川に挟まれた円錐形の丘の上に11世紀に築城された。1079年から1268年にかけてシュバーベン大公であった放ーしたウフェン城の本拠地で1155年から1250年の 間に三人の神聖ローマ皇帝を排出した。1525年のドイツ農民戦争の最中に破壊された。海抜648メートルのホーエンシュタウフェン、山の上に築かれている。シュタウフとは、広口のコップのことで、円錐形の山の形を述べたものである。ホーエンシュタウフェン上は、まだ、シュバーベン大公にもなる前のフリードリヒ一世により、 同家の近隣の権益を守るため2070年に築かれた城郭である。その後13世紀に至るまで、法園しタウフェン朝の皇族や王族によって、領有された。1181年には神聖ローマ皇帝となっていた赤ひげ王フリードリヒ一世はこの城を居城としており、また赤ひげ王の息子、フィリップの日であったイレーネー・アンゲリナは、 夫が暗殺されて間もない1208年にこの城で亡くなっている。1268年にホーエンシュタウフェン朝が断絶した後、城はハプスブルク朝の神聖ローマ皇帝ルドルフ一世により皇族の所有とされた。戦略的にも象徴的意味においても重要な場所にあり、ビュルテンベルク領主と神聖ローマ皇帝の間の争いの種だったからである。 1372年、城はついに、ビュルテンベルク領主の手に落ちる。1519年に、ビュルテンベルク公ウルディーヒが、シュバーベン同盟軍によって、城から駆逐されると、ブロッセンシュタウフェンのゲオルクシュタウファーと名乗る者が、ホーエンシュタウフェン町の末裔と称して城を領有した。1525年のドイツの汚民戦争中に、農民によって、城が占拠され破壊されたには、 城を守る兵は、わずかだったようである。廃場の石材は後に、ルネッサンスの月品現状を築くために使われた。ありがとうございます。